こんばんは。5月25日月曜日、ニュースをお伝えします。まず今日の主な内容です。王毅国務委員兼外交部長は24日全人代で行われた記者会見で、中日韓3カ国の協力に期待を寄せました。武漢ウイルス研究所の王延一所長がこのほど CGTN の独占インタビューを受け、新型コロナウイルスに関する一連の質問に答えました。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習近平総書記は24日午後、全人代に出席した湖北省代表団の審議に参加しました。習近平総書記は23日午前、全国政治協商会議経済会委員との座談会に出席し、開放型世界経済の構築を強調しました。はじめに、王毅国務委員兼外交部長は24日全人代で行われた記者会見で、中国の外交政策や対外開放について国内外からの記者の質問に答えると同時に、中日間の協力に期待を寄せました。王毅国務委員兼外交部長は中日間協力についての質問に答え、中日間3カ国が共にウイルスと戦うことは国際協力の手本となり、国際社会に自信を与えたと強調し、日韓を含む各国との協力を強化し、いち早くウイルスとの戦いに勝利しながら、東アジアの経済を再び活発にし、地域と世界の発展に東洋の知恵と力を生かし、より多く貢献していきたいと示しました。武漢ウイルス研究所の王延一所長がこのほど CGTN の独占インタビューを受け、新型コロナウイルスに関する一連の質問に答えました。世界で猛威を振るう新型コロナウイルスに対して、一部西側の政治家は個人の政治目的のために各種の陰謀論を煽り立てています。新型コロナウイルスは武漢ウイルス研究所から漏れたという説はその一つです。世界の学術界から新型コロナウイルスは自然界に起因するという共通認識が広まるにつれて、このような陰謀論も次第に波状しました。新型コロナウイルスの起源問題はあくまで科学の問題で、科学者が科学的なデータと事実に基づいて判断すべきです。では続いてトップハイライトのコーナーです。習近平総書記は24日午後、第13期全国人民代表大会第3回会議に出席した湖北省代表団の審議に参加しました。湖北省は中国で新型コロナウイルス感染症が最も早く報告された省です。習総書記の陣頭指揮のもと、武漢市湖北省の感染予防抑制は3ヶ月間で決定的な勝利を収め、中国は感染の封じ込めに成功しました。習近平総書記は23日全国政治協商会議の経済界委員が参加する関連会議に出席し、多国間主義と国際関係の民主化を堅持し、開放、協力、ウィンウィンの理念をもって未来の発展計画を策定し、開放型世界経済の構築を推進していくと表明しました。さらに、中国は産業チェーンとサプライチェーンの安全性を守り、重大リスクの予防と回避を積極的に行うと強調しました。習近平総書記は22日午後、第13期全国人民代表大会第3回会議の内蒙古代表団の審議に参加した際、中国共産党は人民に由来するものだ、党が人民を団結させ革命と建設改革を行う根本的な目的は人民の暮らしの向上にあると強調しました。これに対し代表らは、人民を中心とする発展理念を各項目の政策決定と実施に結びつけ、実際の行動で着地させていくと表明しました。全国人民代表大会の香港特別行政区における
国家安全を守る法制度と執行メカニズムの確立と健全化に関する決定草案が22日から北京で開幕した第13期全国人民代表大会第3回会議で審議入りしました。これを受け、チャイナメディアグループ傘下のラジオ局台湾区の声が論評を発表し、文明社会では義務を伴わない権利もなければ責任を伴わない自由もない、香港社会がいち早く繁栄と発展の道を歩むことを心から願っていると同時に、香港独立勢力や香港かく乱勢力に対しては抵抗を諦め、いち早く自制して立ち戻るよう呼びかけると訴えました。以上、今日のニュース、リュウエイリンがお伝えしました。